改めまして皆様こんばんは。こんばんは。本日は LJL2020 サマースプリットプレーフラウンド1マッチ2の模様をお送りしております。デトネーションフォーコスミーバースバーニンコア2対2にもつれ込みました。リルさん、まあ、予想はなんか心の中でしてましたけどね、ただまあここまでのところで重要なのが全てブルーサイドが勝っているそうですねっていう点なんですよ、ええ、でさらにこの5試合目 DFM が選択権を持っているので、まあ、当然ブルー選んでくるでしょうし、バーニンコアには何かしら、まあ、思い切ったドラフトの変更というのが必要になりそうですね。さあそれでは先ほどのゲームのブレイクダウンからまず見ていきましょう。さあこちら先ほどのゲームのブレイクダウンです。まあ、やはりユヒ選手がきっちりダメージ出し切りましたね。いや出しましたね。あとは何よりもバリンコはここまで勝っている2戦でいうと一度有利を取ってからはそのまま勝ち切っているので、確かに次の試合 DFM の序盤の今要となっているボリビア、これジャングルでもトップでも序盤のゲーム作り非常に重要な要素になっているので、これ消すっていうのが一番まあ確実なんじゃないかなと思いますけどね。直近の2試合こうかなりストップウォッチを使ってうまいさばきみたいなシーンもありましたけれど、まあ、それでも消した方が安全なんじゃないかと。そうですね、結局序盤有利握られなかったらバーニンコア結構有利な状態でゲーム進められそうですし、逆に言うと DFM からするとちょっとエウギョ選手のカシオペアっていうのは一つ番対象にもしかしたら入ってくるのかなと、もしくはグレイブス、この2体が、まあ、これまでの、番枠とちょっと変わってくる可能性ありそうだなと思いますね。あとはそのここまでユーヒ選手がしっかりとそのキャリーとして仕事ができるとなってくるとですよ、果たしてソナバーンが本当に有効なのかと。これ難しいのが4戦消してきたわけじゃないですか、はい、5戦目、もう負けたら終わりの場面で開けるってなかなか決断できないんですよね。やはり心理的にも序盤はやっぱりうまくいっているから DFM としては中盤のところでの、まあ、ミスをなくしていこうと、逆転されるようなポイントを潰していこうって思考にやっぱりなってくるんじゃないかなと思うので、逆に開けて何かしら他の番枠に使うような選択ができると、まあ、メンタル強いなと思いますけどね。なるほど。さあそれでは泣いても笑ってもこれが本日最後の試合、2対2ブルーサイドデトネーションフォーカスミーレッドサイドバーニングコアです。やはりブルーサイドの選択と。まあ当然でしょうね。さあガリオ、ハイマーディンガー、ソナ、バーニングコアとしては2個を開けて、まあそうですね、ここはまあ番は変えないでしょうね。2個を開けてボリビア入れた方が結構バンピックのところで揺さぶれるんじゃないかなと思うんですけどね。バーマスでも行いましたね。でこうなるとバーニンコは最後のバーマーク瀬戸を使わざるを得ないと思うので、であればここまで負けている 1-3 のゲームと結構似たようなピックの流れになってしまいますよね。おさあ、お DFM が瀬戸、まあ、先ほどレッドサイドで瀬戸はバーンしていました。そしてケイトリンをバーン、あ両方開けられてっていうのを嫌いましたか DFM となると、もボリビアですよね。逆に変化加えてきたら面白いです。おお、加えてきた。レネクトンファーストピック、しかもレネクトンですから、まあ、ミッド運用もありますがさすがにトップでしょう。そうですね、あまりゼロ選手がレネクミッドやるイメージというのはないですね。それに対してグレイブス、あとはここまで、まあ、マークスマンはここで欲しいのを先に取るというのがドラフトの流れとしては成立していました。そうですね、アッシュ、まあ、もしくはバードを抑えておくのどちらかになるのかなと思いますね。そうですね、あとは個人的に、まあ、ここで取ることはないとは思いますが、エウギョのカシオペアやはり非常に刺さってる気がしますね。気はしますね。なのでセカンドバンフェーズ前に流れた場合はDFM バウンした方がいいと思いますね。パフォーマンスがいいですよね。そうですね、これまでのチャンピオントータルで見ても非常にパフォーマンスがいい、何よりもかなりアグレッシブな動きができているんですよね。とんでもないダメージをこう出しているとかそういうことではないんですけれども、その一つ一つのアクションであったりですとかリアクションというところが非常にいいなと。でチャンスに飛び込めるプレイヤーがバーニングコア増えるとよりワン選手の活動のしやすさというのも広がっていきますし、
ちょっと警戒していきたい場面ではあると思いますけどね。さあ、3試合目ですかね。猛威を振るったプラウドのバードをここで先に抑え、そしてデトネーションフォーカスにスティール、もう一度2ラリー、そしてセナでいきますか。おーっと、なるほど、ボットの主導権は一旦 DFA に握っていきたいと。これアッシュ取ってモルガナとあと何でしょう、まあ、アッシュは取ると。そうですね、アッシュは取っておいた方がいいと思いますね。あとディスエンゲージ、まあ、モルガナタムケンあたりを消しておけば、セナであってもボットの主導権バーニンコアが握っていきそうですけどね。これグレイブスバードアシド取れたとなると、まあ、バーニンコア非常に自分たちが得意な形ですね。そうなりますね。さあ、そしてバンフェズ2ジグスから消していきます。おお、まあ、カシオペア取らせたくないでしょうね。やはり消しましたか。こうなってくると A ゲームも試されると。そうですね、一度使っていたルブラン、やはりセロ選手に対してかなり抑え込まれていたイメージもありますし、他のチャンピオン選択があるのかどうかっていうのも楽しみですね。レギュラーシーズンではルル、セト、ルブラン、エイトロック、そしてカルマなども使ってはいましたが、どうするか。そしてレイファーキンのダリウスもターゲットバン、コグマウもバニコアからのターゲットバンです。これが BO5 ですよね。そうですね、もう完全に煮詰まってますね、お互いのチャンピオンやりたいことっていうのが分かった上でのバンピックの進行ですね。もうこのチームでしか行われないバンです。だからこそ BO5 は面白い。そしてモルデカイザー耐えに行く。でその上でやはりトップダイブを主体に序盤ゲームメイクをしてくる DFM にとってレベル6以降をある程度カウンターとして成立するというのも大きそうですね。おー、なるほど、アジール、ここに来てですか。まあでもセナですから。そうですね、あと何を合わせるかですよ。ラカン、ゲンのエンゲージ、ゲン選手エンゲージ渡すという意味では非常に面白くはあるんですが、バフされてなんかこういいんじゃないかみたいな SNS ゲンが言っていたような気もしますが、ただセナとはやっぱり相性良くないんですよね。うん、レオナでもう一度、まあ、レオナでのエンゲージパフォーマンスも非常に強力でしたからね、ゲン選手。さあ、こうなるとデトネーションを稼ぐと最終的な借りとして今回セロスを立てると。そうなりますね。さあ、そしてラストピック、おー、いきますか。レブラン、もうちょっとしますか。対面するチャンピオンは違いますが、まあ、ここはこれまでそのまあ対面云々ではなく抑え込まれ続けてきている身としてウゲオチャレンジですね。そうなりますね、やはりこのゲームミッドの主導権ウゲオ選手が取れるのか取れないのか、あとは集団戦のところでのエンゲージ判断というのをユヒ選手思い切ってできるかというのが非常に鍵になってきそうですね。さあ、バーニンコアのピックについてかなり触れていきました。デトネーションを置かずにファーストピックからかなりこう変えましたよね。ここボリベアからレネクに変えたというのは、まあ、特に集団戦でのダメージっていうのは中盤以降レネクの方が出せるので、まあ、そこの、バランスを見てというのが大きそうかなとは思いますね。ただ全体の、レニクフェーズでの戦略という意味で言うと変わらずトップサイドゲーム、レネクトンのダイブ性能に合わせてニダリーが槍で合わせていくというのを主軸にはしてきそうですね。なるほど。さあ、改めてマッチアップです。まあ、やはり注目はミッドレーンですかね。序盤のところは、まあ、お互いファームにはなると思いますが、ロストチャプターできたあたりからどれだけ遊戯王選手がプレッシャー与えられるのか、でそれまでの時間帯でいうとやはりエビスティールのラインがだいぶセットアップからこれ6を超えてくるとモルデカイザーに対してはやはりだいぶ難しくなってくるので、そこまでで一つ流れつかめるかどうかですね。2-2 までも連れ込んだ BO5、 最後に出してきたこのカードで勝ち切るのが一体どっちになるのか。あとは先ほど少しそのマッチアップで気になったのがそのモルテカイザーと先ほどはボリベアでした。でかなり、まあ、モルテカイザー耐える方だという話をしましたが、今回レネクトンで先ほどよりもまあだいぶ狙ってくるだろうといったところ、どうなんですかね、この2-1対1のマッチアップっていうのは。
レーンで言うとレネックモルデってかなり似た、レネックボリビアってかなり似ているところがあるので、やはり序盤のバーストダメージダイブ性能というのが非常に優秀ですよね。んー、ただ先ほどレベル2ですかねでキル取ったような瞬間的なバーストというのはあの時間帯では出ないので、うん、まあ、より安全にウェーブを作ってダメージトレードを行ってダイブセットアップを狙っていくのかなというようなチャンピオンに変えてきましたね。他にリールさんの中で気になるところありますか？そうですね、やはり先ほども軽く触れはしたんですが、ユヒ選手のエンゲージ判断が良かったゲームと良くなかったゲームっていうのがあって、なるほど、やはり大きなポイントとしては、ゴールド状況、まあ、装備状況等がイーブンもしくは有利な状況ではかなり積極的に打ててはいるんですが、不利な時にちょっとなんというか尻込みしてしまっているのかなという印象を受けるので、もう5ゲーム目ともなればかなりもうメンタルの勝負要素強くなってくる中で、どこまで思い切ったアクションが行えるのかっていうのは非常に大事になってくるかなと思いますね。こういったメンタルの勝負となってくると、やはり BO5 に慣れている何度も白場をくぐってきたデトネーションフォーカスミノがやや有利なのかなという感じはしますが、ただ逆に言うと先手取れた側が一気に有利になるってケースも多いんですよ。なるほど。でそういう意味で言うとワン選手のワンアクションっていうのがちょっと序盤のところで期待できる部分でもありますよね。そこからワンアクションを起こるだけでもしかしたらそのまた一気に崩れるかもしれない、そういうわけですよね。そうですね、特にやはり有利をまず取るっていうのがバーニングコア勝つ上での必須条件になってくるので、あとはもうこの5ゲーム目負けられないゲームでどれだけリスクを負えるのかというのも結構強さには直結してくるのかなと思いますね。なるほど。バーニングコアとしてはそのボットレーンのマッチアップで、まあ、ユタポンドゲンが有利を取りに来た、ただそれ以外のところでかなりこうアグレッシブにモルデカイザー耐えつつも動けるようなそういうドラフトにはしてますよね。そうですね。で今回のマッチアップでいうとエルゲオ選手の、ルブランにワン選手が合わせてミッドのガンク狙っていくっていうのも実はここまでのゲーム今回はないんですよ、あんまり。そうですね、ワンどちらかというと、まあ、ボットもしくはトップ2とが多かったです、まあ、特にトップカバーに動いている印象が強かったので、はい、レベル6までレイファーキー選手がうまく耐えれたのであれば結構一定してミッドガンク狙っていくのも変化をつけるという意味では面白いのかなと思いますね。さあそれでは準備できたようなので本日最後のゲーム見ていきたいと思います。さあ始まりました LJL2020 サマースプリットプレーオフラウンド1マッチ2ゲーム5デトネーションフォーカスミー VS バーニングコアの試合スタートです。さあ夕日今回はクレンズを選択、そして対面のユタポン選手は足のタイミングがやはりクレンズ持ちませんね。本当ですね。さあそしてアジールいろいろ選択肢あると思いますが今回は水星を選択、まあ、遠距離からのダメージトレードで体力有利を作ってそれをレーンの主導権につなげていくという狙いがありそうですが、これボットレーンのセットアップユタポン選手さばける自信があるんですかね。ブリンクないチャンピオンですけどね。さあまずはジャングルスタート位置、バーニングコアノーリーシュ、デトネーションフォーカスミーリーシュをした上でボットサイドから、そしてワンスはトップサイドです。まあ、DFM としてはこのボットのマッチアップ、ノーリーシュで始めたとしてもレンジ同権取れないことがもう確定しているようなマッチアップになっているので、であればリーシュにソースを使おうという判断ですね。さあそして改めてゲーム5の前の時点ですね、取ったクービルウィン 59% 対 41% です。一番初めの数値は確か 84% だったと記憶しています。かなり詰まってきてますね。詰まってきてますね。さあそして AI フィールインではなんと 54% バーニングコア、これ今まで一番大きな差ですよね。 53% バーニングコアが今日一番大きかった気がしますね。ああ大きかった気がしますね。あまり確認はしてなかったんですが、これ AI の予想と実際の結果今日どうだったんですかね。
まあ、あとはエルジェル通してどうだったのかもちょっと気になりますね。気になりますね、まあ、結果クルクルするんですけどさあスティールの位置しっかりとアロあ高で夕日捉えることができました。まあ、序盤のところは単純なレンジの差ということもあってセロ選手主導権取ってはいくんですが、はい、これがダメージトレード行いやすいロストチャプターを買ってからどうかですよね営業選手。うん、そうですね。さあ今回は、まあ、コラプトとビスケットも添えてかなり耐えられるビルドオーダーにはしています。スティールここで相手のジャングルの中へスクライアブレームを使ってクルーグがあることを確認しました。さあここにニダリが来るだろうという予想スクライアブレームを使いましたから BC としても予想ができるはずです。ワードに移った。ただしここは消されてしまいます。かなりの量のミニオンとともにエビレベル先行している状況。タワー下へ169手前に引き寄せてそこのすぐさまルブランがテレポートでやってくる。ここはデッドしません。ただしテレポートの有利を作りました。これ実際のところミッドレーン少し辛くはなるもののやはりあそこでトップダイブ決められてしまう方がチーム全体としてマイナスが大きいので DFM 対策しっかり行えているんだなというのがよくわかるプレーですね。この BO5 本当にテレポートの反応というのはいいですね。いやゼニスブレードしっかりと夕日を捉えた。クレンズを使わせます。体力もかなり減っている。お弁当にたどり着いた。夕日デッドしません。ただしサムナースプレーは全てダウン。これ BO5 通してゲン選手レオナを使った時のレーンでのエンゲージの成功率非常に高いですね。すごいですよね。さあエビは積極的にダメージトレードを行いに行く。レイフワキンはうまく E を当ててターンのダメージを一発エビに入れることにも成功しています。さあただトップそしてボットで有利な状況を作ったのはデトネーションフォーカスミ。さらにはミッドもテレポートの有利があります。まあ、ここまでの展開でいう と, 5ゲ、まあ、今回のゲームを含めて5ゲーム通して DFM 有利な形は作れているんですが、ええ、やはり10分前後ワン選手ワンコア以降ですよね。いや本当にデータ通りですよね。本当にそうですね。10分まではデータに消化するのはデータがいたらその後15分にかけてバーニングコアの方が何か起こせると、おっと何か起こせる形を作っていると。最後の抱擁ダブルスネアになりました。さらには槍は届いてはいない。ただしスティールセロスここは寄ってきてしっかりとプレッシャーをバーニングコアのボットにかけに行く。さらにはグロンプを狙っている。あとコグマウでも思ったんですが、はい、セロス選手こんな序盤からサイドへ動くって結構珍しい印象が強いんですよね。ただこの試合ずっと目立ってますね。目立ってますね。しかもそれが営業よりも早いからこそゲームに影響を与えていると。これもしかすると DFM がプレーオフに向けて取り組んできた課題の一つなのかもしれませんね。そうですね。さあトップはお互いにリコールになります。テレポートを使って戻るのは ABレイファーキーはテレポートを温存しました。これ狙われるのもちょっと予想してますかね。おっとゲン赤トリンケットを使いながらトップレーンサイドへ。これまたモルデカイザーレベル6の直前タイミングなんですよ。でそれに対してエビ選手のレネクトンがレベル6になっているので、さあまずはダメージトレードまだ出ない。レイファーキーが少しでも前に出ればという瞬間狙っている狙っている。スティールも来る。今度は駆けつけられる。テレポートはない。コントロールワードもいて、さあゲンが姿を現した。レベル6になれるかレイファーキー。スタンゼニスブレイブのスタンクラッシュアウトはしてなれない。ファーストブラッド獲得はエビ。そして生存。素晴らしいですね。丁寧な丁寧なタワータイプでした。しかもこれウェーブかなりロストすることになるので、あーでもテレポート使いますか。今ゲン選手残ってたら危なかったですよ。さあリスクはありましたが戻ることを優先しましたレイファーキー。ただその間にワンスしっかりとドラゴンの獲得に成功。さらにはレッドバンのスティール。ただしスティールもしっかりと赤バフを奪います。あとは今 DFM がトップサイドにリソースをかけた、まあ、せいで、ええ、ドラゴンの確保というのはバニングはできているので、このトップでの有利を生かしてしっかりヘラドにつなげることができないと今のワンプレー DFM マイナスになってしまいますね。
それにはここまでの展開でこういった状況からバーニコーが15分からひっくり返すというのは十分考えられるんですよね、はい、ありますから。うん、これまだ判断難しいところですね。どちらのチームにとってもある意味で予定通りのゲーム展開になっているので、うん、ほとんど差がない状況ですね。トッププレーに寄り添っていた分だけワンスの方が CSO は勝ってますね。あとはエコーではないときはちゃんとユギオ選手にブルーバーバー出すんですね。これユギオ選手からすると多分エコー嫌でしょうね。まあちょっとそのミッドレーンの押し勝てない理由というのもですね、ブルーバーもらえない。いや、間違いなくあると思いますよ。結構響きますから、まあ、ここはねしっかりと勝ってもらわなければいけませんから。ただ今度はおっとスティールがブルーを取る。面白い。そしてヘラルドに手をつけました。ワンスはミッドレーン、レベルは7、セロスタラシ、テレポ、あ、フラッシュ、アルティメット両方あります。チェインはかわして、うん、今のシーンセロ選手きっちり警戒してましたね。さあそしてこのヘラルドどうするか。ここ一つヘラルドの使い方は難しい場面で、構成でいうともう一度トップダイブをして、レファッキー選手を落とした後にヘラルドを使うというのは理想的なんですが、次多分決まんないんですよね、アルティメットがあるので。確かにそうですね。となるとボットセットアップになってくるかもしれませんね。特に、クレンズを持っていないプラウド選手を狙っていく、ゲン選手の動きが重要になってくるかなと思います。さあユーヒー、先ほど消費したサムナースペルはもう一度すべて上がっています。ユーヒ選手、ルインドキングブレードではない。ああ、なるほど。ウォーハンマー買ってますね。エッセンススリーバーですか。例のところで言うと、例えばケイトリン相手のような射程で負けている場合に、ダブルの回転率で勝負をしていこうという場合であったりとか、あと集団戦の面で言うとアルティメットの回転率が上がるのでエンゲージを、まあ、行いやすくなると。ここ、3試合目ですかね、やはりエンゲージのところで少し不安要素があったところをビルドで埋めていくような判断ですね。なるほど。中盤の火力としてはルインドキングブレードの方が高いんですよね。ワンコアの火力はそうなんですが、結局ツーコア、スリーコアとできた時はそんなには変わらないですね。なるほど。さあ営業積極的にダメージトレードを行ってセロスに対してコントロールを取っていきたい。ただ渡しませんね、セロス選手も渡しませんね。そしてトップレーンまたスティールがやってきた。ただし今度は近くにプラウドがいます。ヘラルドの召喚に備えてますかね。そのようにも見えましたが、これ本当にトップに使ったらファインプレーでしたけどね、プラウド選手。まだ時間はあります。残り半分ヘラルドを使うタイマーは残っています。バードなら止められる。レベル6アルティメットもあります。トップには来なかったのを見て下がりました、プラウド。ボットレーンを狙ってプラウド選手を落としてから使うのが一番成功率高そうですけどね、この場面では。エビがトップレーンから降りてきているのを今ワンスが確認しました。さあレイファーキー早めに下がらないと挟まれますが、挟まれてしまうか。ただアルティメットある。さあ2対1から一度隠れてプラウドとワンスがカバーに入って下がる形になります。このあたり本当に DFM のトップダイブ対策というのがしっかり機能してますね。さあそしてタワー下で1人で耐えてはいるんですが、 CSO をワンウェーブほどに抑えつつ耐えることができている。近くに営業も寄っていました。おっと、そしてここでジャングルの1対1ダメージで勝っていくのワンス。これワンス選手ワンコアタイミングなんですよ。しっかりとそのタイミングでプレッシャーかけていきましたね。さあタワシャかなりのプレッシャーがかかっています。ボットレーンエウゲオが寄る動きはワードによってしっかりと抑えられている。タワープレート3枚破壊に成功。デトネーションフォーカスミ、これもボットレーンあとヘラルド使うだけで折れますね。折れますね。ただバードがいるのか。そうなんですよ。厄介ですね。視界を消しつつプラウドがずっと動き続けてますね。本当だったらこの状況スティール選手笑顔でボットに走るところなんですが、
さあどうだ。こうなると次のドラゴンの布石としてミッドにとりあえず出すという選択になりそうですね。なってしまいそうですね。射程も長いですからね、調律。でも逆に言えばドラゴンの奪い合いでブラウド選手のアルティメットがなくなるのであればそう悪いトレードでもないかもしれないですけどね。なるほど。おっと、あ、ドラゴンに注意がいってる間にトップサイド。なるほど、これは間に合わないでしょう。クラウドもトップに行く様子はありません。これでタワープレートのゴールドはエビ、そしてスティールに入りました。あと1分で14分、プレートの時間がなくなるタイミングなので、まあ、そこでトップのファーストスターというのは確実に奪えそうですが、ただしドラゴン2つです。そうなんですよね、今回ソウルがどうおっしゃんか、ブッシュが増えていないの で、ね、マウンテンですね、地形が生えてきました。これバニークワードとしてはかなり大きいですね。さあプラウドが戻ってきてボットレーン一気にプッシュ、ブルーはあやっぱ渡すんですね。そうですね、ちょっとホッとしますね。まあ、ウェイゲオ選手押し切って動くというところまでは持っていけてないですが、それでも CS の状況等を見ても負けてないですからね。さあそしてもう、まあ、皆さん気づいてると思いますがやはり BO5 5戦目ですから慎重ですね、かなり。そうですね、ただこの展開本来であればここまでの4ゲーム DFM はかなり有利を握っていた時間帯なんですよね。ホールド的な有利は作れているものの、ドラゴン2つ抑えられていますし、どちらかといえばバーニーコアにとっていいんじゃないかなっていうような印象を受けますけどね。今デトネーションフォーカスミが全体的なアクションで作ったのはトップの有利ですよね。そうですね、これを使っていく必要性がある、そして、まあ、取り戻していくというか広げていく、そうなりますか。まあボットレーンのタワーも折れそうですし、ここら辺は問題ないんですが、まあ、確かにバリゴアがボトンタワー捨ててもうヘラルドのセットアップに入っちゃってるんですよね。確かにそうですね、ここへの集団戦がかなり起こすのであれば重要になってきそうですね。エウゲオワンコできてます。ただ AD キャリー間の装備でいうとかなり、背中側が育ってしまっているので、さあどう判断する。ヘラルド2体目デトネーションフォーカスミンが触っています。プラウドの合流が少し遅れそうだ。夕日とエウゲオが FM を右側から見ている形、ワンストレイファーギーがそれを挟み込んでいる。プレッシャーかけていきたいがゲンは視界がないところに隠れているぞ。さあここから一気に死の国へ、そしてワンスを狙いに行った、工程の分されから手前に引き寄せて、ただ勝率で時間を稼いで助けてはいる。さあただそのままセロスが1キル獲得です。エウゲオがまだ狙ってはいますが、さあどうだ、エビがここへ前へ、さあ一気に飛び込んでいきました。ユータポンストップウォッチで対応、そしてゼニスブレードでしっかりとゲンがエウゲオを捕まえている。そのままフォーカスをしっかりと絞っています。そしてリバーの中の集団戦ではキルを獲得しているのはスティール。さらには飛びついていって夕日に対してフラッシュを使わせました。ただしここはプラウドがうまくさばいたんですが、それでもダブルキルまで持っていった。エウゲオはゲンに追い込まれ生きて帰るのは難しいか。ただマナはたっぷりあるぞ。逆にゲン選手いいのマナがないですよ。ここは逃げ切れそうだ。なんなら判定も狙いましたが、ただここしっかりとオブジェクトを取っていったのはデトネーションフォーカスミです。タワーが返された瞬間ミートカットから狙いに行くのはエビ。おっとたら面白い力よ、エーテルチェイン当てた。あ、ちょっと離れるの早かったですね。ちょっと焦ってしまったか。さあ皇帝のブースターを使ってさらに逃げていくのはセロス。アガトリンゲット捕まえた。これはかなり警戒しているブラストコンも見えた。スキルセット的には十分追いつける余裕はあるでしょう。ただ警戒して警戒して最後営業が1キロ獲得です。いや今のヘラルド前の睨み合いのシーン、ユタポン選手ストップウォッチに反応できなければ、はい、一気にバーニングコアの流れになっていたんですが、リプレイです。ここのシーンもプラウド選手が寄ってきて営業選手裏取れたタイミングでまずレファッキー選手のエンゲージですよね。ただもう DFM としては徹底的にワン選手を落としきることでまずここで有利を確定させているんですよ。これ逆転するためにはということでエウゲオ選手が狙っていたんですが、ゲンが
ワードを置いたの大きかったですね。大きかったですね。直前で見えましたか。 0.5 秒反応遅れていれば状況本当に逆になっててもおかしくなかったと思いますね。さあこれでヘラルドを獲得したデトネーションをかすみスティールが持っています。さあただマウンテン20秒です。ファンスこの位置ですか。ここまあミッドの睨み合いに使って先にポジションの有利取るために使いそうですね。ヘラルドはさあかなりキルも発生したのでゴールド動きました。トップレーン1000ゴールド差、ジャングルの間では1700ゴールド差有利を作っているのでトレーションフォーカスミボットレーンにプレッシャーをかけてエウィを下がらせます。ワンス狙いに行く。スラスアルティメットのクールダウン上がっています。ここはコーテルムサレで跳ねのけてバニンコアとしては先ほどの集団戦でゴールド差がやはりついてしまっているので一旦ドラゴンでの集団戦を諦めて反対サイドのトップサイドでの、タワーに切り替えてきましたね。さあここでヘラルドをボットレーンに出してエウゲを対応したいですがちょっと処理しきるのは難しそうだ。さあインナータワーに向かって突撃成功、降り切ることはできてはいません。ただその間にブルーもスティールしていきます。さあちょっとその10分あたりの有利の取り方でバーニングコアの方のペースなんじゃないかというアクションお話ありましたがきっちりその流れというのを先ほどのヘラルドの睨み合いの部分で DFM が止めた形になりますね。こうなってくると単純にファームしてパワースパイクを待っても相手も同様に育ってしまうのでこのマッチアップ、やはり重要になってくるのはユヒ選手そしてそこに合わせるプラド選手のエンゲージになってきますかね。さあブルーなんならスティールシェローとコラテラルダメージワンス打ちましたが取ることはかなわなかった。ただアルティメットがないがもう一度セロスを狙いに行く。まずはエゴヨがエゼルチェン決めてそこに対して後手の分され、さあただ今度はどうだ。タワーを立てる仕留めきれるか。かなり時間がかかっている。いや返り討ちだ。そしてセロス生き残りました。やってきたのはエビとユタボン。ワンス逃げようがない。おお、ここはテレポートでやってきた2人に触らせない選択を取りました。なんならそのままバロンに行ってやろうというアクション。おっとテレポート使った。本当にやりそうですね。バロン判断20分なったばかりです。さあ人数差3対5、横からゲンのエンゲージが狙っている。ギリギリ高に移った。これで警戒はできてはいます。さあそしてそのままエンゲージレイファーギが捕まった。さらにはソーラーフレア夕日にしっかり立ててクレンズを使っています。さあ死の国に誘われているのはゲン。ストップウォッチで時間を稼ぐ。ただしここに営業がやってくる。一発はしっかりをかわしてゲン生き残ることができた。営業横からアクションを取っている。バロンの体力はどうだ。残り1000といったところ取り切るのはどっちだ。スティールが取り切った。そのバロンのさらにはセロスがもう一度仕掛けて皇帝の分サレーから一気に相手を捕まえダブルキル。いやこれは営業がダブルキルを返してはいますが、さあ残ったメンバーを狙いに行くのはセロス。両バフもある。マナも残っている。さあそのままなんとセロスアンストッパブルコール。なんとかバロンがついているメンバーを落とそうとバーニングはもう追いかけてはいますが難しそうです。この5ゲーム目に来て DFM、まあ、相手のミスからではあるんですが、かなりアグレッシブな選択してきましたね。20分ジャストで取りますか。さあリプレイです。ここバリンコアとしてもしっかりゲン選手位置警戒はしているんですが、それでもエビ選手とこのレオナのチェーン CC によって一気に状況崩されてしまいましたね。時間かなり使わされてますしね。エウゲオ選手のダメージがもう少し入ればというシーンでもあったんですが、この取り切った瞬間でのセロス選手のエンゲージ。いやかなり大きな差になりますね。これは時間帯を考えるとこれインヒビターまでは取れないバロンになるので、きっちりとタワー
2本は抑えて、ただボットのタワーの HP 状況を見ると3本ぐらい持っていきそうですけどね。ゴールドさん広げていきたいですね、とりあえず。いやまさか戻ってくるとはですよね、ここで皇帝セロスですか。そうですね、改めてですが、もっと出してもいいような気がするんですけどね。501650ゴールド、賞金付きですよ。ここまでピックしてなかったですからね。さあ大きな有利です、ドネーションフォーカスミー。ゴールドも6000ゴールド近く広がっています。さあしかしここで調律、アローはユタボンを捉えた、ただしすぐさま逃げることに成功。さあそしてレイファーキーに対してはエビとの1対1、エウゲは横から狙っていますがエーテルチェーンに届いてはいない。エビを落とし切ることはかなわないか。さあただし最後はエウゲのダメージが届ききりました。ただしレイファーキーもやられて相打ちの状況になっている。そしてその間にセロスはなんとボットレンのインヒビタタワーの破壊に成功。マウンテンドレイクは湧きます。人数差は同じ、ゴールド差はある。エウゲを前に出てなんと、いや痛い、ダメージを与えようとしました、逆に返されて、これ以上は前に出れないでしょうか。センスブレードをかわしましたがプレッシャーをかけるだけで十分でしょう。さあこれでマウンテンドレイク2つ目を獲得はデトネーションフォーカスミーです。ここ本来であればこのバロンバフ中にインヒビターもしくはインヒビタータワーというのは基本取れない時間帯状況だったんですね、ええ、にもかかわらず人数差がある状況をついて少しでもキルを狙おうとしたバーリンコアの動きを逆手にとってうまく大事なオブジェクトまでつなげていきましたね DFM。 いやこの5試合目でのその先ほどからの判断の速さであったりというところ、やはりそのメンタルの部分そして経験の部分というのも結構出てるかもしれませんね。あともしかすると DFM この5試合目に来て、はい、少しずつその大事に大事にという意識がいい意味で下がってきていてかなりアグレッシブな行動を取れているので、なんかこれがスタンダードになるとより強い DFM っていうのが見れそうですけどね。ただこう復活したというだけではなくてこう新たな強さも備わるんじゃないかと。やはり大きな強みが大事に大事に強みのマクロでゲームを進めていくという部分なの、同時にちょっと大事に行き過ぎてチャンスを逃してしまうというのもやはり今年入ってからよく見られた傾向なので、今日もそのドラゴンを渡すシーンなんか、まあ、1回ぐらいですがちょっとありましたよね。そうですね。さあ現在試合時間25分です。有利を掴んでいるのはデトネーションフォーカスミー。バロンの時間を終え続いてのバロンが1分20秒ほど、ワンスとエウゲオで動きます。エビを捕まえようというようなアクションにも見えるんですが、その頃エビは逆にバーニングコアの後ろを取っている。セベクの怒りから探しているのはプラウド。ただここでセロスの前に2人が登場。ただし皇帝のブーサレットのダメージですが耐えきれない、ワンスが吹っ飛ばした。さらには調律を2人に決めてそこからの集団戦。さあただしエビのフォーカスによって一気にプラウドがダウン。1キル同士の交換、最後の抱擁が当たってはいますが視界がないところへ向かって営業逃げています。さらにはブリンクからいいわ、ここはゲンフラッシュアウトで逃げることができました。果敢に前に出ていくのはバーニコア。ユタポンのとてつもないダメージが入っていますがソーラーフレアの返しはどうだ。さらに後ろからエビがやってくる。さらにはスティルの槍、ここのスネアは届いてはいません。いや互いに譲るまいと動き合っています。今のシーンエビ選手の裏取りとバーニンコアの、まあ、裏取りというかキャッチを狙った動きというのがうまく噛み合ってバーニンコア側にとって非常にいい、集団戦の形となったんですが、ゴールド差の影響がもろに出たような、印象を受けますね。さあそうなるとこのバロン前の集団戦というのも厳しいですよね。サモナースペルもゲンは落としましたが、それに対してこうワンスがフラッシュを先ほど使ってしまいましたから、サポートとそしてバロン前のジャングラーのフラッシュというところでの差もあるかなという感じがしますね。そうですね、それに対して DFM は
スティール選手ぐらいですか、フラッシュがないので狙いたいプレイヤー。そうですね、これもここまで来ると、レオナーがガーゴイルまで完成させているので、まあ、フロントに立って相手のスキルを受けるような立ち回りもかなりしやすいんですよね。さあ FM としてはこのバロンプレッシャーで一気にゲーム展開動かそうともしています。ただマウンテンドレイクも1分で湧きますね。テレポートは全員上がっています。スカトルの管理はデトレーションフォーカスに営業を飛び込みましたが、ブリンクを使った後のタイミング狙われている。スネアは届かない。慎重になりますね。やはりそうですね、もうこの次の集団戦勝負が決まってもおかしくない時間帯に入ってきましたからね。さあ LJL のプレーオフに、なんならファイナルの舞台にデトネーションフォーカスミがいなかった歴史というのは LJL 公式化よりも遡るほどだと思いますから、多分最初の年もいたか。本当にもその頃からずっと決勝に、そうですね、出続けてますから、ね、そして優勝を取り合ってきてますから、そこを覆させるわけにはいかないと丁寧に試合を進めます。デトネーションフォーカスミ、これで3つ目のマウンテン。さあ現のこのプレッシャーどうさばく。視界は取られているぞ。バーニングコア、ゼニスブレードは届いてはいない。ワンスの位置見つかった。ワンス逃げられるか。ここはプラウドがうまく弦をスタンで止めた。しかしソーラーフレアはユーフィンスキット、ただしクレンズによってすぐさま解除。ただしエビとしてのおっと調律3人決まった。バーストランではどうだ。アローも決まっている。ただしドーニングシャドウによるシールドも入るか。皇帝のブーサレを使って生き延びてアイル、さらにはストップウォッチ耐え切った。フラッシュアウト、セロス生き延びた。弦が守りきった。ただしバックラインに対してプラウド飛び込んでいっての渾身のスタン。そこからのダメージの出し合いですが、それでもユタボンを落としきることはかなわないか。さあそこから最後の抱擁は分身に当たった。ブラウドよくぞ止めました。これエウゲオ選手にテレポートさせてバロン、ワンス選手が落ちてるのか。どうする。いやそれでもそうですね、触りましたね、やるべきだと思いますね。いやブラウド、さあデトネーションフォーカスミ窮地に立たされるか。おーエウゲオソロキルです。ユタポンを倒しました。バロンは取れるでしょう、確実ですよ。しかも今のプレッシャーによってスティール選手がバロンを奪いに来るのも諦めさせましたし、これ今日 MVP ですね、このまま勝てば。バロン獲得、バーニングコアです。ゴールドも追いついてきました。分かりませんこの試合。さあそしてレベル差があるにもかかわらず、まずこの立ち回り。ただし弦が後ろから狙っている。コラテラダメージは80残って、そこから回復。スティール逃げ延びます。いやリプレイです。いやここの睨み合いの部分もゴールド差でいうとやはり DFA が有利なので、当たれさえすればという場面なんですが決まらないんですよ。でそれのカウンターとしてプラウド選手のエンゲージ、ちょっとポジション気にしすぎてこの9のところまでうまくつながりはしなかったんですが、それでも十分ですよね、エンゲージとしては。さらにここでもう一度戻ってきますよプラウド。いや、ちり仕事しますね。この集団戦の中でスタン9を3回当ててますね。さらに3人に対してアルティメット、本当に1人で持っていきましたね。とんでもないですね。さあこのバロンを使ってどこまで有利を取り戻せるか。うわーっと分からなくなってきた。もう今日の5戦 AI ブリッツ手がちぎれるんじゃないかというぐらいぐるぐるしてますが、うわーエウゲオ、クリスタルアローはなんとかエビが体を張って守りました。危うくデッドです。ただエンゲージという要素ではまだプラウド選手アルティメント残ってますからね。さあそしてプッシュがしっかりとできているのはバーニングコア。おっとこのタイミング、ソーラフレア狙いに行った。勇気反応しました。フラッシュアウトで逃げることができている。そこに対して体を張ったレイファーキーが守る。さらにはストップウォッチ、
なんとか合流を果たそうするのはバニコの面々、エウが横から入っていってダメージ、そして調律またしても当たっている。タワーを立てて何とかセロスがダメージを出し続ける状況。ファーストはまだ体が張る状況ですが、エウギョ飛び込んだところかなりダメージはもらってしまった。ただしスティールもストップウォッチを使ってそのダメージから逃げることができています。2キルと1キルの交換です。これ難しいところが、ユヒ選手3つ目のアイテム IE ではなく防御寄りのファントムダンサーにいってるんですよね。確かにワン選手、エウギョ選手、そしてレイファーキー選手もダメージが出るので完全に悪いということはないと思うんですが、ただ今のシーンなんかを見るとちょっともう少しダメージ欲しいなっていう場面でしたね。少し遅れてしまいますね処理が。ここ本当に素晴らしい判断で、きっちり相手のエンゲージに対してカウンターでダメージ出しにいってるんですけど、ただこれ弦を落としきれないと。そしてエビ選手も全然落とせないんですよ。これを見るとちょっとダメージ不足感強いですよね。ただここワンスの合流がかなり遅れていますから、そこを含めてどうなるかですね。そうですね、これきっちり全員がダメージ出せる環境で当たった時どうなるかですね。マウンテンというのも響いているかもしれません。かなり防御上がってますから。さあそして20秒です。マウンテンソウルの獲得がデトネーションフォーカスにかかっています。これバリンコアとしてはドラゴンラッシュするというよりはもう触ってエンゲージメインの判断にした方がいいかもしれないですね。それはどうしてですか？万が一でもスティールされると結構負けが濃厚になってしまうので。なるほど。やればもうここの集団戦全て決めてしまおうというような判断の方がいい気がしますが。エビが仕掛けに行く、ルインドキングブレード使ってユーフィに対してスローは入った、そこに対してユタポンの攻撃、さらにはソーラーフレア、ただし捕まえきってはいないか。最後の方よスネアが入ってレイファーキーダメージは出しに行く、ただし耐えられるところで調律またしても2人を止めた。皇帝の分散によって分断されているものユーフィはダメージを出し続けることに成功。さらにはバックラインに対してマースが飛び込んでいた、ただしこれは一瞬でかなり取られる形になった。エビも一緒に飛び込んでいきますがダメージを足りきっていない、そしてセロスがダメージを出し続けている様子。いやしかしプラウドと合わせることによってここがユーフィがキルを獲得することに成功。多くのメンバーが残っているのはどっちだ。3対3、体力有利取ってますね。体力有利を取っているのはバーニンコア。マウンテンドライク触りに行く、これちょっと怖いですね。さあただしスマイトがあるのはスティールだ。あースタン止めた、そして取った。ソウルは取らせません。そしてエウゲを飛び込んでいった、いやそしてシャットダウン。プラウドどうなってるんだ。バーニングコアが有利を取りました。これエウゲオ選手かわいそうですけどプラウド選手です。 MVP 版すごい試合ですよリールさん。いやもう流れは完全にバーニングコアな気がしますけどね。リプレイです。ここの場面も DFM がかなり強引にエンゲージしに行ったのをバーニングコアがまずうまくさばくんですよね。ちょっと気になるのはプラウド選手、ここでアルティメット打ってもいいんじゃないかなっていうのを遅らせてしまったので、まあ、レイファッキー選手が少し体力削られすぎてしまったんですが、ただディスエンゲージ回答には成功しているのでユヒ選手はしっかりダメージを出せるという状況を作ることには成功していますね。いやガードでこの影響力、このドラゴンラッシュも結構賭けの部分あったとは思うんですが、危なかったですよね。あと一歩ゲン選手が本当に1ティーモ分前にいれば奪われてたかもしれないですね。いやこのプラード選手のどうなってるんですか本当に。どうなってるんですか本当に。いやわかいや解説してくださいよそれは。どうなってるんですか。さあ整理しましょう。ドラゴンは3、3並びました。ゴールドもほぼ並んでいます。先ほどのこのゲームにおけるダメージ量、エウゲオ、ユヒいいダメージを出していますね。いやこの2人がしっかりダメージを出しているというのは本当に理想的ですよね。しかもここまでの展開だとこうワンスがそこを足りない分を補っている、引っ張っているという印象がありましたが、この試合は本当にこの新人の2人です。素晴らしい。おっとテニスブレード、レイファーキーが捕まった。ソーラーフレアもかわしていきますがレイファーキー耐え切った。ストップウォッチ耐えている。さあセロスに対して処理入って、ただしここは仕掛けるには至らない。そしてエウゲオが後ろから狙っているぞ。ユーヒのクリスタルアローもある、見えていない。さあただしここでタワーを立てる、それによってエウゲオ仕掛けるのをやめました。こうなってくると本当に両チームのエンゲージ精度次第な気がしてきますね。プラウド VS ゲン、なるほど、サポートのエンゲージであると。キャリーのパワースパイクでいうとほぼイーブンですよね。ミッドのところでは DFM アジルの方がパワースパイク完全に上ですし、
エディケレのところではもうアッシュが完全にキャリーできる時間帯に入ってきているので、エンゲージの差で決まりそうですね。さあ睨み合い、スティールがフォークをしていきたい。ただしプッシュが早いぞ。バーニングコア手前に引き寄せを狙うのはレイフアキ、視界がないのでうまく捉えることはできないか。最後の抱擁を放ちますがかわしている。バロンは湧いています。ドラゴン1分50秒。ここでタカが刺さって視界が取れる。ただしスカトルのコントロールを取りました。もう一度ユーエビゴが隠れるの立ち位置からレイファーキーをもう一度狙いにいった。白クリのクルダンは上がっている。落とし切ることはできるか。いやデッドはしていない。そのまま1対1の状況にもつれ込んだ。エビとの1対1、どっちが勝つ。いやここはエビが勝ち切りました。落とし切った。さあそしてドーニングシャドウ、コラテルダメージと互いに入りましたがそのダメージは届いてはいない。さあプラウダがもう一度スティーブに出してスローを与え、さらにはストップウォッチを使わせた。ここでセロスが兵隊を前へ、ダメージを与えに行きたい。さあ人数差ができている。有利に取っているのはデトネーションフォーカスミ。現のアルティメットのクールダウンはもう半分まで来ている。プラウドも半分まで来ている。さあバロンに触りました。デトネーションフォーカスミ、エオギャがもう一度後ろに回ります。ただしブルートリンケットが一本後ろに刺さっている。それによって見えた。さあここでゼリスブレード、狙いに行ったのは現。そのまま仕留めてステイラタムジが逃げようとするんでそのまま落とし切った。そして一気に刈り切っていく。ただしユタポンはデッドしています。エウゲオが仕留め切りました。そしてバロンはストップ、バロンはストップです。いや集団戦勝てているんですが決定的なオブジェクトにはつながらないですね。決まりません。そして30秒、もう一度もう一度ドラゴン、今度は取った方がソウルです。今の集団戦やはり勝てたポイント、ディフェンが勝てたポイントとしてはゲン選手のエンゲージがきれいに決まったからです、ですよね。しかも2度。あとはもうこれプラド選手どれだけ頑張れるかですね。さあ今の集団戦で落としたユタポン、そしてゲンのサッシュが上がるかどうか。さらにはユタポン最後にデッドしました。復活が遅い。ただしワンスも今復活です。なるほど、ユタポンにはテレポートがあります。これはマウンテンを抑えるのは非常に苦しいぞ。バーニンコアラッシュだ、取り切れます。マウンテンソウル獲得はデトネーションフォーカスミ。アローは当たりましたがすぐさま引きます。ソーラーフレア当たった。レイファーキー、ゼニスブレードは無敵になってかわすことができました。手前に引き寄せの前エビ。ただしレイファーキーかなり体力が減っている。調律は弦に当たっていますがこれは思うような形ではない。ここのエンゲージの勝負、弦が勝ちました。さあマウンテンソウル獲得はデトネーションフォーカスミです。これでガゼン DFM 側が有利に立ちましたね。ユヒ選手 IE があればこのシールドというのも貫通できそうなんですが、テレポートで戻ってきました。レイファキーバロン少し触ってたら削れましたが、ゼニスブレードまた狙いに行く。ゲン火力は少しまだ足りないと。そうですね、もうこの時間帯になると手前に引き寄せ狙ったがここ当たってはいない。さあどっちが先に相手を捕まえるか。ソーラーフレアのクールダウンの方が早い。調律のクールダウンもプロとしては待っていることでしょう。ソーラーフレアが上がる。おっとここで一度リコールの判断だ。セロスがリコールに入っています。ユヒ選手今ゴールドどのぐらい持ってますかね。現在抱えているゴールドですよね。帰るのであれば帰りたいと。ただ帰る素振りがないということはまだ足りない。足りない。2200ぐらいですかね、あれば帰るはずなんですが。さあ41分が経とうとしています。この5戦目勝った方しか次のステージは進めません。バーニンコはプレーオフ初挑戦、デトネーションフォーカスミーはプレーオフのそして決勝戦の常連です。ただしお互いを分けるのはこのあと1勝のみ。ゴールドを夕日に集めますね。リコールするタイミングも作れるでしょうか。まだ足りないはずなんですよね。足りないですね。今ウルフ、グロンプ、ここを狩るしかないというピンが出てますね。あと600ゴールドぐらいですかね。
と変えるでしょうか。何か売れるアイテムあったか。売れるアイテムはないですね。変えましたね。あ、これだいぶ話変わってくると思いますよ。マウンテンあったとしてもというより DFM としてはこうなる前に集団戦を起こしておきたかったですね。やはり先ほどのシーンで捕まえきれなかったというところですね。あとは睨み合いのリコールタイミング一応作ったのは良かったんですが、まあ、その後すぐバロンを触る等の判断をしないでプラウドを狙っていく長引かせたのでこれ跳ね上がるんですよね IE によって。さあプラウドは位置を隠す位置を隠す槍が当たる。エウギは横からエンゲージそこに対して捕まえに行った。ただしすぐさま逃げることはできたが体力がほとんどない。ユーヒャを叩くことができているが豪邸のブスタルダを落とし切ったのはセロス。そのまま終了戦ドーニングシャドウも入って一気に体力が崩れてくるがバーニーコはこれもう一度エビが前に出てテイファーキン狙いに行く。無敵にはなってはいるがフラッシュアウト。ただし全にスプレードまた当たった。ただし前に出過ぎたことによって今度はユーヒのダメージによってゲンがダウン。いやープラウドは逃げ切った。さあこれで1キルと握るの交換。オブジェクトには繋がらないか。いやもうここ人数差あるので行くしかないですか。行くしかないですね。決断の時アルティメットはワンス上がりますがさあキャリア2人きっちり残っている。さあ見えたバノン体力残り6000。ユタポンが体を出して止めます。ユタポンが体を出して止めます。セロスがバロンを削る。クリスタルアロー打ちましたがその前にバロン獲得デトネーションフォーカスミー試合時間44分です。これエルダーまで長引きそうですね時間帯的に。タワーもバーニングコアボットレイン以外はインナータワーまで残ってますね。リプレイよくエウギを狙いましたね。あ見えてましたか。待ち構えてましたね。でブリンク戻るところエビ選手素晴らしい判断だったと思います、これユヒ選手殴ればかなりダメージは出るんですがただフラッシュがないので無理はできなかったですね。そうですね。ただフルコアの圧縮なのでまだチャンスあると思いますよ。ユタポンは殺臭からの派生まだできてません。シミター完成してませんからね。おっとセブ君の怒りからエウギを狙いに行く。メッタ切りから一気にバーストダメージ。ただし耐えました。ワンスも逃げる。そしてここでエビ選手のアルティメットフラッシュ落ちたの大きいですね。さあこれがどうこの後響いてくるか。バロンの時間1分45秒。エルダーフが湧くまでは26秒です。クリスタルアロースティールを狙ったんですがかわしました。クーガーモードでジャンプしていった。そしてエウギをぐるっと回り込んで狙いに行く。ただしワードがしっかりと置いてある。さあプラドルさん決まった。手前に引き寄せるのはエビ。ただし硬いガーディアンエンジェルもできています。さあまずはミッドのインナータワーを破壊。さらにはセロスが疑似タワーを立ててさらに前線を押し上げます。さあエウギをもう一度飛び込む。先ほどこの瞬間を狙われましたからプレッシャーもらう。おっと剣飛び込みすぎたか。ただ硬い耐え切ることができます。さあエルダーに向かっての視界をデトネーションを犯すに絶対に取らせないぞと立ち回っている。次々に置くワード次々に破壊される。ジャングルの中制圧しました。今からエウギョが入りに行きますがフェイスチェックです。非常に怖い。トラップ張ってますね。プラウドを狙いに行った。ゼニスブレードからバーストダメージ。さらにはワンスのソーラーフレア。これがゲンのエンゲージだ。2キル獲得デトネーションオーカスミ。これ本当に簡単そうにやってるんですけどレオナのエンゲージめちゃくちゃ難しいですからね。クリスタルアロー届きましたがエルダーはデトネーションオーカスミが獲得します。さあテレポートを使ってエビが合流です。タイマーワンス35秒、プラウド20秒です。バロンパワープレイは4720ゴールドとなりました。 FM としてはもうここで決めたいですね。横から狙っているのはエゲオ。いやーただし見ている。即座に反応。ユーヒに対してもダメージが入る。
さあ勝利に向けて前進していく。リコールさせない。ドーニングシャドウでリコールができない。ネクサスタワーまずは1本、そして死の国へ調律。2人に当たっている。エビは死の国に当たってはいない。ただもう一度ゼニスブレードを当てていって、ただし夕日ここでカイトカイトカイトダメージは出し続けている。ネクサスは丸裸にはなっている。ただその状況でもダメージは出るが、ただしここでネクサスが持ちません。勝利者のデトネーションフォーカスミートなりました。いや本当に紙一重の勝負だったと思います。ただ30分以降重要な集団戦で源選手のパフォーマンスが一切落ちないんですよ。いやとんでもないパフォーマンスになりましたね。4回5回ぐらい最後の集団戦全て完璧なエンゲージなんですよね。一度エビ選手が代わりに、エビゲオ選手捕まえたシーンもありましたが、ここに来てしかもレオナっていうかなり難しいエンゲージチャンピオンで勝負決めましたね。しかも何度も見せてますからBC としても対応し続けているんですが、この5試合目でここも冷静ですよね。もう状況としてはドラゴンラッシュしてもおかしくないような状況を作った上できっちりトラップを張ると。でこの後のフラッシュアルティメット、相手のフラッシュを見てさらにセナのスロー入ったのを確認してからですよね。レイファーキーが後ろに回り込んでという形を作ってはいましたが、その前にデトネーションフォーカスに相手を止めました。いや本当に中盤のところまでで見るとこれバリンコアの勝ちパターン入ったんじゃないかなっていうような、ゲーム展開だったと思うんですが、完全にチーム力の差でねじ伏せていきましたね DFM。 ここ途中からその栄養選手のルブラに対して対応がそのチーム一丸となってというか、特にユタポン選手、ゲン選手、あとエビ選手っていうのがもう完全に見てるんですよ。ていうかここいや冷静すぎますよね。もうこの5ゲーム目50分ですよ。最後の試合時間47分42秒です。いやすごい試合でしたね。まあ、でもやっぱ5ゲーム目まで行くんですね。行くんですね。まあ、惜しかったというか若干ここがこうだったらなっていうポイントを言うのであれば、ユヒ選手4コア目デスダンスではなく IE だったらっていうのは正直ちょっとありますよね。もう少し早く火力の状況が整っていた、そういうことですね。ちょっとディフェンシブに行き過ぎたのかなと。まあそれでも本当に惜しかったですけどね、トータルでは。まあそういったところがその経験というところを、まあ、強く踏み出せるかどうかというところの差にもなってくるのかもしれませんね。さあそれでは見事勝利を収めたデトネーションフォーカスミーよりスティル選手の、インタビュー準備できているということなので、タケさんお願いいたします。はい、さあそれではデトネーションフォーカスミーよりスティール選手にお話を伺ってまいりましょう。まずは長時間お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まさにシーソーゲーム、そして最後の試合はすごい試合を制してラウンド1勝ちました。いかがでしょうか。まあ片言はめっちゃ嬉しいんですけど、はい、内容が満足できてないのでちょっとあんま気分は良くないですね。そういう部分があるということでございます。さあ家川さんお願いします。はい、まあ、本当に長時間の試合お疲れ様でした。ひとまずその試合、マッチ相手がバーニングコアに決まった時、デトネーションフォーカスミー全体として、そしてスティール選手自身としてどんな感じだったんでしょうか。そうですね、まあ、結局4位になって多分ポニンコアとソフトベンクどっちか、まあ、多分ポニンコアになるんじゃないかなって思いながらやってたんですけど、まあ、不思議ポニンコは昔からまあジャングルワンス選手がいつもなんか上手いプレイヤーだし、ポニンコでは一番まあ注目する選手だからワンスだけ気をつけながらプレイしたら大丈夫だと思いながらプレイしましたね。あ、なるほど。デトネーションフォーカスミーとしてはもうバーニンコアが相手に来る、そして、まあ、その対策としてワンス選手をしっかりと警戒しようということで、まあ、本日の試合に臨んだわけなんですね。はい、その中でちょっとその本日の試合
動きの中でですね、結構そのスティール選手とセロス選手が一緒に動くシーンっていうのが結構多いのかな、サイドレーンに結構一緒に動いていくシーンっていうのが多かったと思うんですけど、それはそのワンス選手に対してのそのプレッシャーとかを考えての動きだったでしょうか。そうですね、やっぱり一人で動くよりちゃんと足りて、なんかケンとかケンと俺とか、まあ、セロスと俺とかな、2人でちゃんと動きながら相手にプレッシャーをかけたって感じです。なるほど。さあそしてそのゲーム5までも連れ込みましたこのマッチ、まあ、かなりそのゲーム5の内容的にもひりつく試合、どちらが勝ってもおかしくないというような状況ではあったんですけれども、そのゲーム5の後半っていうのはチーム内ではどういったその状況、どういったチームのトークをしていたんでしょうか。どういった、まあ、みんな結構盛り上がって、まあ、雰囲気が、まあ、なんていうか、まあ、冷静ではなかったって感じですね。やっぱ盛り上がったんですかね、そのあ勝てるぞっていう感じでチーム全体として、はい、そうです、まあ、勝てるかもしれないし負けるかもしれないからこそですね。結構ワンプレーワンプレーに反応しながらというか盛り上がりながらプレーされてたということなんですね。結構必死でなんか叫びながらやってた感じですね。じゃあ最後に、次の対戦相手がこれで、クレストゲーミングアクトということになりました、そしてそのクレストゲーミングアクト、マッチ1終わった後にインタビューでガンゴ選手が答えられたんですけれども、おそらくデトネーションフォーカスミが上がってくるんじゃないかなっていうふうにインタビュー答えられたんですよね、それについて、まあ、意識されてるな、デトネーションフォーカスミ意識されてるなと思うんですけれども、スティール選手はこのクレストゲーミングアクト相手どう思われてますか。まあ、まあ、クレストゲーミングは結局ありがとうガンゴ選手がまあ、うまいプレイヤーだと思ってるし、実際蹴り力あるので、あの2つのラインのケアをしながらちゃんとゲームに向かいたいですね。あ、なるほど、警戒するプレイヤーしっかりと見定めて臨みたいということなんですね。ありがとうございます。はい、BO5 5戦までもつれ込みかなり長丁場となりましたが、今回オンラインということもあり集中力がかなり必要とされたと思うんですけれども、どうやって集中力保ってましたか。まあ、ちゃんと保ってたか分かんない感じのなんかちょっと5試合でしたね。まあ、どう保ったか分かんないけど、まあ、オンラインだし、まあ、ちゃんと寝て、まあ、ちゃんとやったんじゃないかなって感じですね。なるほど。スティール選手はオンラインとオフラインどちらの方がこうプレイしやすいとかありますか。あ、ここはまあ個人的な話だけど、まあ、単純にもっと寝れるからオンラインだったらちょっといいかなって感じですね。時代もかなり大事になってきますよね。はい、ありがとうございます。それでは最後に応援してくださったファンの皆さんに一言お願いいたします。はい、まあ、次のプレーオフも、まあ、クレスゲーミング相手もちゃんと勝って優勝まで狙うので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。デトネーションフォーカスミーよりスティール選手にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあということで以上をもちまして本日の試合すべて終了となりますが、メアちゃんいかがでしたか本日。いや、プレーオフ初日からこんなにもつれ込むとは思わなかったですね。もう見ている私たちもかなり盛り上がってましたよね。いや本当ですね。なんか見応えしかなかったですよね。なんかこちら側でね、あの音声だけはつないで喋ってましたけどね、なんか泣きそうなんて言いながらね、はい、僕らもね、そう本当にもうどっちが勝ってもこれは感動しましたね。で試合が終わって勝さんとリルさんの映像に戻った時、2人が泣いてるというところにも感動しましたね。あ、なんかちょっとねうるっとなってましたよね。ましたよね。だからそれだけ壮絶な試合だったということでございます。さあそれでは本日の試合結果振り返ってまいりましょう。このようになりましたということで、はい、さあこのようになりましたが、家川さんいかがでしょうか。はい、まずマッチ1の方はクレストゲーミングアクトが 3-1 で、はい、そしてマッチ2の方はデトネーションフォーカスミーが 3-2 で勝利しましたけれども、はい、まあ、本当にそのどちらのチームにも言えることなんですけれども、このプレーオフに向けてやはりそのチームに抱えていた不安点、その問題点というところを修正して臨んできているなというのが、はいはいはい、まあ、本当にその勝利したチームもそうなんですけれども、うん、もしくも敗れてしまったチームにも見られましたよね。そうですね。まあ、ですからそのストレート 3-0 でという勝負にはならなかったのかなというふうに思いますね。うん、なるほど。はい、いや素晴らしかったですね。素晴らしかったです、ね、余韻がすごいですよね今日はね。すごいですね。さあそして次回のスケジュールはこちらとなっております。はい、
はい、さあこちらですね、 LJL2020 サマースプリットプレイオフラウンド2マッチ1 V3 e スポーツ VS 戦国ゲーミングということでございます。早くもここがはい、ね、どうですか家川さん、こちらは、まあ、こちらの試合レギュラーシーズン1位のチームと2位のチーム、はい、1位の V3 スポーツと2位の戦国ゲーミングの試合となるわけですが、まあ、ここで勝てばもう決勝戦に一直線なるほどはいになるわけですよ。まあまあ、負けてしまってもそのプレーオフの望みっていうのはまだつながるんですけれども、この2チームに関しては、ね、はい、ただまあもちろんやはりね、勝利して決勝戦決めてしまいたいと思うので、はい、まあ、本気で来ると思うんで、まあ、どんな試合になるか、まあ、おそらくね、僕は今日のチームの出来を見ていると、この2チームの戦いも、まあ、本当に熱いものになるんだろうなっていう、連れ込みそうですよね、はい、気が今からしてますね、ちょっとなんかすごすぎて見てらんないっていう、はい、よく分かんない状況になりますね、こちらね、見てられないってなってました、いやで、次回もどうなるかということで、こちらの試合の模様は8月22日土曜日18時よりお送りいたしますということで、はい、皆様、来週もお見逃しなくということで18時からですからね、うん、はい、はい、ということで皆様本日も長時間お付き合いありがとうございました。また来週お会いいたしましょう、はい、さようなら、さようなら。今度は駆けつけられるテレポートはない、コントロールワードもいて、さあゲンが姿を現した、レベル6になれるかレイファーキー、スタン、ゼニスブレムルスタン、クラッシュアウトはしてなれない、ファーストブラッド獲得はエビ、そして生存、さあと判断するフェラルド2体目、デトネーションフォーカスミンが触っています、クラウドの合流が少し遅れそうだ、夕日とエウゲオが FM を右側から見ている形、ワンスとレイファーキーがそれを挟み込んでいる、プレッシャーをかけていきたいがゲンは視界がないところに隠れているぞ、さあここから一気に死の国へ、そしてワンスを狙いに行った、コーデの分されから手前に引き寄せて、ただ勝率で時間を稼いで助けてはいる、さあただそのままセロスが1キル獲得です。エウゲがまだ狙ってはいますが、さあどうだ、エビがここへ前へ、さあ一気に飛び込んでいきました、ユータポンストップウォッチで対応、そしてゼニスブレードでしっかりとゲンがエウゲを捕まえている、そのままフォーカスをしっかりと絞っています、そしてリバーの中の集団戦ではキルを獲得しているのはスティール、さらには飛びついていってユーヒに対してクラッシュを使わせました、ただしここはプラウドがうまくさばいたんですが、それでもダブルキルまで持っていった、クレンズを使っています、さあ死の国に誘われているのはゲン、ストップウォッチで時間を稼ぐ、ただしここにエウゲがやってくる、一発はしっかりかわしてゲン生き残ることができた、エゴは横からアクションを取っている、バロンの体力はどうだ、残り1000といったところ、取り切るのはどっちだ、スティールが取り切った、そのバロンのさらにはセロスがもう一度仕掛けて、皇帝の分サレーから一気に相手を捕まえダブルキル、いやこれはエゴがダブルキルを返してはいますが、さあ残ったメンバーを狙いに行くのはセロス、両バフもある、マナも残っている、さあそのままなんとセロスアンストッパブルコール、近く広がっています、さあしかしここで調律、アローはユタボンを捉えた、ただしすぐさま逃げることに成功、さあそしてレイファーキーに対してはエビとの1対1、エウゲは横から狙ってはいますがエーテルチェーンに届いてはいない、エビを落とし切ることはかなわないか、さあただし最後はエウゲのダメージが届き切りました、ただしレイファーキーもやられて相打ちの状況になっている、そしてその間にセロスはなんとボットレーンのインヒビタタワーの破壊に成功、どうさばく、視界は取られているぞバーニンコア、ゼニスブレードは届いてはいない、ワンスの位置見つかった、見つかった、まず逃げられるか、ここはプラウドがうまくゲンをスタンで止めた、しかしソーラーフレアはユーフィンスキット、ただしクレンズによってすぐさま解除、ただしエビとしてのもっと調律3人決まった、バーストダメはどうだ、アローも決まっている、ただしストーニングシャドウによるシールドも入るか、コーデのブーサレを使って生き延びてはいる、さらにはストップウォッチ耐え切った、フラッシュアウト、セロス生き延びた、ゲンが守り切った、ただしバックラインに対してプラウド飛び込んでいっての渾身のスタン、そこからのダメージの出し合いですが、それでもユタボンを落とし切ることはかなわないか、さあそこから最後の抱擁は分身に当たった、ブラウドよくぞ止めました、さあデトネーションフォーカスミン窮地に立たされるか、おおエウゲオソロキルです、もう今日の5戦 AI ブリッツ手がちぎれるんじゃないかというぐらいぐるぐるしてますが、おおエウゲオ、クリスタルアローはなんとかエビが体を張って守りました、危うくデッドです、ただエンゲージという要素ではまだプラウド選手アルベント残ってますからね、さあそしてプッシュがしっかりとできているのはバーニングコア、おっとこのタイミングソーラフレア狙いに行った、勇気反応しまし ました、フラッシュアウトで逃げることができている、そこに対して体を張ったレイファーキーが守る、さらにはストップウォッチ、なんとか合流を果たそうとするのはバーニングコアの面々、エウゲが横から入っていってダメージ、そして調律またしても当たっている、
タワーを立てて何とかセロスがダメージを出し続ける状況。まずはまだ体が張れる状況ですが、エウギョ飛び込んだとかなりダメージはもらってしまった。ただしスティールもストップウォッチを使ってそのダメージから逃げることができています。ここの集団戦全て決めてしまおうっていうような判断の方がいい気がします。エビが仕掛けに行く。ルインドキングブレードを使ってユーフに対してスローは入った。そこに対してユダポンの攻撃、さらにはソーラーフレアたらし捕まえ切ってはいないか。最後の方よスネアが入ってレイファーキーダメージは出しに行く。ただし耐えられるところで調律またしても2人を止めた。コーテルブーサーによって分断されているもの、ユーフはダメージを出し続けることに成功。さらにはバックラインに対してマースが飛び込んでいった。ただしこれは一瞬でカラリトラに形になった。エビも一緒に飛び込んでいますがダメージを足りきっていない。そしてセロスがダメージを出し続けている様子。いやしかしプラウドと合わせることによってここはユーフがキルを獲得することに成功。多くのメンバーが残っているのはどっちだ。3対3、体力有利を取ってますね。体力有利を取っているのはバーニンコア。マウンテンドライク触りに行く。これちょっと怖いですね。さあただしスマイトがあるのはスティールだ。あースタン止めた。そして取った。ソウルは取らせません。そしてエウゲを飛び込んでいった。いやそしてシャットダウン。ブラウドどうなってるんだ。今からエウゲが入りに行きますがフェイスチェックです。非常に怖い。トラップ張ってますね。プラウド狙いに行った。ゼニスブレードからバーストダメージ。さらにはワンスのソーラーフレア。これが弦のエンゲージだ。2キル獲得。デトネーション大霞。いやー新しい見ている。即座に反応。ユーフィに対してもダメージが入る。さあ勝利に向けて前進していく。リコールさせない。ドーニングシャドウでリコールができない。ネクサスタワーまずは1本。そして死の国へ調律。2人に当たっている。エビは死の国に当たってはいない。ただもう一度ゼニスブレードを当てていって、ただし夕日ここでカイトカイトカイトダメージは出し続けている。ネクサスはまだ裸にはなっている。ただその状況でもダメージは出るが、ただしここでネクサスが持ちません。勝利者のデトネーションフォーカスミートなりました。